ムスペル、ムスペル、ムースペル、ム,スペル,ムスペル、ムースペル、ムスペルとも、は、北欧神話に登場する、おそらくは、巨人の一族である。南にある日の国、ムスペルに住んでいるとされる。ムスペルは南方にあるとされる日の国に住むと、考えられているためか、しばしば、炎の巨人と言われている。彼らはラグナロクにおいて、神々との戦いの場に現れるものの、 それ以前には、神々や人間たちの前に登場することはない。スノッキの言った第一部、ギルビタブラカシ第四十三章では、最も巨大な船、ナグルファルを持っているのが、ムスペルだと説明されている。しかし、同五十一章において、高潮の中に浮かび上がったナグルファルに、ムスペルが乗っているとは言われていない。ムスペルの子らと呼ばれる軍勢は天を裂いて現れ、 前後を炎に包まれたスルトを先頭にし、馬を飼って、虹の橋、ビフレストを渡り、そのため橋が崩壊してしまうというのである。また、コエッタの、ロキの口論第四十二節では、ムスペルは、神々の国と、ムスペルの住む、南の日の国とを隔てる暗い森、ミュルクビズをくぐってやってくるとされ、また、すると同様に、フレーと戦うとされている。しかし同じ。 こう言ったの巫女の予言では、ムスペルは一艘の大きな船に乗って東の方から現れるとされている。その船の舵はロキが取っている。この来襲してくる方角が文献によって南であったり、東であったりすること。そして、ムスペルの正体自体がよくわからないことから、現在でも様々な見解が出されている。口述田村歌詞第五十章において。 ビーグリーズに侵軍したムスペルノコラは独自の人形を取り、それが目が眩むほどのものであると描写されている。このタブラかしにおいて、ムスペルノコラが炎の巨人するとと共に侵軍してくるとされているのは、巫女の予言と全く異なる内容であるが、シングルズルノルダルは、その理が、ムスペルとは誰であるかを知らず、前日のロキの口論の内容を証拠として結論付けたと、 考えている。タブラカシ第四章、五章においては、ムスペルは、地名として使用されている。そこは、火炎が燃え上がる、熱く明るい地域であって、その国で生まれたものしか近づくことができず、国境ではスルトが警護に当たっていると説明される。ただし、第五章では、おそらく同一の場所を指すムスペルスヘーム、ムースペルスヘームともという名も挙げられている。ムスペル、 ムッソペルの語義は不明であるが、複数の学者により、コザクセン、サクソン語で書かれた詩、ヘイリアントに登場するムーツペルで、マザペラムーツペリ、マスペリーとの関連を指摘されている。コノルド語からは、ムスペルの語源を説明できないため、これはコザクセン語から借りたものだという説もある。また、9世紀のバイエルン方言の詩、ムースピリにも、題名となった。 マスピリーという語が登場する。これらの類似する言葉はいずれも語源ははっきりしないものの人間を襲う破滅を指している。ヘイリアントにはムースペルの軍勢が人間に襲いかかるとあり、ミコの予言でのムスペルの軍勢が海を渡ってくる、ロキの口論でのムスペルのコラが森をくぐってやってたらという表現とは類似性がある。しかし、 ヘイリアントにおいても、ムースピリにおいても、その単語は、火と結びつくものではない。ムースピリの第五十から五十四節では、世界の炎上する様子が描かれているが、炎上は、ムースピリが来る前のエリアの地が、地上に下ったことで始まるとされている、ムースピリを参照。それに続く、第五十七節に、ムースピリの面前では身内を助けられないとあり、ムースピリとは、 裁きの日にやってくる、おそらくは、キリストのことであろうと考えられる。アクセル・オルリックは、ムスペルの軍勢について、確実に言えるのは彼らが、神々の敵対者であることであり、彼らはラグナロクにおける、破壊の力を擬人化したものだと主張する。またオルリックは、世界を滅ぼす勢力と、ムスペルとの関係を考察する。その勢力は、時に、ムスペルの、軍勢。 リサートされ、ムスペルのコラ・シナーともされる。さらに、ムスペルの男たち、マスペルズ・マガーという表現もあり、スノーリはこれをコラ・シナーと交互に用いる。オルリックは、ロキのコ論ロン第42節に登場するムスペルのコラ・シナーという表現が、本来はマガーではなかったかと推定している。ノルダルはさらにマガーが、 ヘイリアント第2591節に出てくるムーツペッテの力、マザペルズメギンというこの誤解から生じた表現ではないかと推測する。ノルダルは、このムスペルという語が北欧に入ってきた時、北欧の人々がラグナロクの火に襲ってくる巨人軍団の父としてムスペルを理解していただろうと考えている。ただしムスペルの名は現存するタノシには同情しない。 ムスペルの観念は一般の人々に共有されるものではなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。